どうもこんにちは。今回はですね、以前コメントでいただいたんですけれども、キャンプ道具を車にどういう風に積んでるのか、そのあたりをですねちょっと見てみたいというコメントをいただきましたので、車にねこういう風に荷物を載せてるよというのをね、ちょっと見せたいなと思います。人によってはですね参考になるかもしれないし、参考にならない動画になるかもしれないんですけども、こういう風に荷物を載せてますよっていうことと、こんな荷物を載せてますよというあたりをですね、お見せできたらいいなと思います。はい、ということでですね、こんな感じで荷物が載ってるんですが、この車はですね、ハイゼットカーゴっていう軽バンなんですが、まあね、見ての通りね、結構荷物が載ってます。後ろの方は、荷物でいっぱいという感じなんですけども、ちょっとね、これだと分かりづらいかもしれませんが、車中泊仕様にするためのベッドが載ってます。これがね、車中泊用ベッドなんですが、前回ね、キャンプをした時に、一応車中泊もできる仕様にしてましたんで、このままこれは置いてます。でうちはね子供がいますんで、子供が乗るときはここのベッドの分半分ですね、半分を外して、で、後部座席を起き上がらせて、乗るようにしてます。これね見てわかる通りですね、今はねベンチを使ってます。2人掛けのベンチを使うようにしてるんですけども、どうしてもねやっぱりね場所を取っちゃうんですね。場所を取ってしまうっていうのがあるんで、まあ一人で行くときは、まあ、これをなしにして近々ですねパチノックスとかを買って、パチノックスとかを使おうかなと思ったりもしてるんですけども、今のところはこのベンチを使ってます。でこの足元の部分ですね、足元の部分に焚き火台を置いてます。これはねキャプテンスタッグの焚き火台ですが、この中に、2つかな、2つ焚き火台が入ってる形です。あと火起こし器ですね、それと両方入ってます。このバッグなんですけども、このバッグは基本的に薪を入れるバッグになってます。薪バッグとして使ってまして、斧とかナイフとかもこの中に入ってます。で場合によってはね、ここの後部座席片っぽ空いてますんで、ここにね薪を置いたりもしてます。で荷物ですけども、まずこの横にねハンマーを置いてます。ペグハンマーですね、ペグハンマーと、あとねバッテリーが上がった時のためのジャンプスターター、これもね必ず車の中に積むようにしてます。結構遠出することが多いので、何があるかわからないということで、これはねあったら結構便利ですよ。一度ね山梨県で使いました。 OK です。でこれがですねポンチョみたいに羽織ることもできるし、枕にもなるっていうものです。これもねいつも車に乗せっぱなしです。でこれがベンチと、二人掛けのベンチになってます。これはねニトリで買ったベンチです。でこれがですね、色を塗ろうとしてまだ全然塗ってないんですけども、DIY で作った木製の棚ですね。ほんでこれがね架線の寝袋、架線の寝袋をね一応ここにね予備で置いてます。今はですね季節柄ダウンの寝袋を使ってるんですけども、いざという時のための予備ということと、それとね枕にもなったりもするので、これをね一応載せてます。そしてこれがですね、電気毛布、電気毛布も今の時期あると便利なので、電気毛布は必ず載せています。で今度はね下の部分なんですが、このベッドの下にねテーブルを置いてるのと、あとこちらは、イヤホンだったり軍手だったり、ガムテープ、養生テープかなだったり、缶詰だったり、あと割り箸とかですね、そういった細々としたものを入れてます。ここに関してはね一応持って行ってはいるんですけども、ほぼ使わないものです。で今度はこちらになるんですけども、これこの袋は何かっていうとですね、タープが1個入ってるのと、あと、ネイチャーハイクのね一人用のテント、これが入ってます。もうね袋がどっか行っちゃったんで、こういったね100均の袋に入れるようにしてます。まあ、これで収まるんでねいいかなという感じです。でこちらがですねタープのポール、4本分のポールが入ってまして、1個はねこの赤い方がね DOD のやつです。オレンジ色っぽいやつが DOD のポールで、こちらがね名前忘れちゃったんですけど、多分無名メーカーのポール、これが2つということで、ポールがね4本入ってます。 DOD のねポールの袋もあったんですが、結構 2,3 回使ったら破れちゃったんで、もう全部ねこれに入れるようにしてます。こっちはね無名メーカーの方の袋なんですが、こっちの方が頑丈な作りになってました。で次にこちらなんですけども、こちらの2つはねコストコで買った弾丸ケースみたいなやつなのかな、2個セットで売ってたものです。でこれは中に何が入ってるかっていうと、まあちっちゃいペグだったりとかですね、あとは LED ライトだったり、ファイアースターターだったり、シングルバーナーだったり、あとはちっちゃなライトですね。
あとこれ2月10日に出品しようと思ってるんですが、ノクターン風ランタン、使わないやつです。これもこの中に入ってます。まあ入ってるけど使わないんですけどね。ということでここはライト系が入ってるという感じです。そしてねこちらなんですけども、こちらのちっちゃい方には何が入ってるかっていうと、文化焚き付けとあとペグが入ってます。でこのね文化焚き付けに関してはなるべく密封しといた方がいいと思うので、こんな感じでですね密封できる感じのこの弾丸ケースは役に立ってます。あとまあペグケースとしてもね頑丈なんで、もう何でしょう、言ったらぶん投げても大丈夫のような感じのケースです。でここにですねポータブル電源が2つ、こちらがね6万7000ぐらいの容量だったかな。でこっちが確か11万ぐらいの容量で、2つ用意してます。なぜ2つ用意するかというとですね、今ねこの撮ってるカメラが、バッテリーが1個しかないんで、バッテリーがなくなった時にですねこっから電源を取って撮影するので、これはね必ず必要なものだったりします。撮影もできて電気毛布も使えて、なおかつ、スマホの充電とかもできたりするので、これはね結構役に立ってます。こちらはですね何のために使ってるかというと、これもね撮影に関係したりするんですが、夜のね LED ライト、ここに入ってたやつですね、このライトとかを USB で給電するのにこれを使ってます。撮影用のバッテリーだったりとか電気毛布、これ1個で賄おうとすると結構無理があるので、予備として持ってるような感じです。そしてね今度この上なんですが、これがねダウンの寝袋、赤い寝袋です。毎回使ってるやつですね。このダウンの寝袋はねもう2年ぐらい使ってるんですが、8000いくらで買ったんですが、あったかいですし全く問題のないダウン寝袋なので、僕はねすごくおすすめです。ちょっとねあんまり整理できてなくてあれなんですが、まずここに夜間があって、夜間これもう家庭用のやつですね。本当にアウトドア用とかじゃなくて本当に家庭用の、夜間です。でこの横にですね、これがガスストーブとこの奥にあるのがランタンです。ここにねこちらがですねソーラーバッテリーになってて、昼間にですねポータブル電源のバッテリーがなくなった時とかに充電ができるようになってます。そしてね一番奥でねちょっとね光ってるこの辺りですね、これが、水です。ペットボトルの2リットルの水を置いてます。そしてねこの上にあるのが冷蔵庫です。これが冷蔵庫ですね。僕はクーラーボックスいいのを持ってないんで、車中泊だろうがキャンプだろうがこれを使ってます。で今の時期はね別に冷蔵庫いらなかったりするんですけども、暑い時期はこっから給電してですね、あこれかこっから給電して冷蔵庫も使うというような感じで使ってます。なので僕はクーラーボックスは今のところ必要ないかなという感じです。結構ねポータブル冷蔵庫とか使ってると邪道だみたいな感じに言われたりすることもあるんですが、僕はね冷蔵庫1個買った方が絶対安いし長持ちして使えると思うんで、クーラーボックス買うよりかはね冷蔵庫の方がおすすめなんじゃないかなと思ったりしてます。まあ、ポータブル電源があってこその話にはなってくるんですけども、もしポータブル電源をお持ちであればポータブル冷蔵庫を買うっていうのもいい選択肢なんじゃないかなと思います。でこれですね、このコンテナボックス、ちょっとコンテナボックス出しましょう。でね、このコンテナボックスなんですが、中に何が入ってるのと言われれば、まあいろいろ入ってまして、これがエアマットでしょ、これがスキレットで、鍋の蓋だったり食器が入ってまして、であとはですね、これが LED ライト、ヘッドライトですね。おでんとかこんにゃくとかちょっとつまみ的なものでまだ食べてないものが入ってまして、この辺もマット系かな。でこれがテントのポールで、で紅茶だったり、これがねまたステンレスボトルですね。これに水を入れたりとかして使ってるんですけども、あとナイフに調味料だったり、あとこの辺はね箸とかスプーンとかが入ってます。でアルミホイルとか、これ使ってないんですけど三脚みたいなやつ、トライポットっていうんですかね、トライポットっていうんじゃないかな、なんかダッチオーブンを吊るしたりとかできるやつですね。でゴミ袋だったりご飯とか、あとガスですね、コーヒーミルとか砂糖だったり、OD 缶、これもスプーンとかフォークが入ってるやつで、空気入れとかサーモスの保冷缶ホルダーとかですね、あともし汚れた時のためにお尻拭きみたいなものも入れてます。ウェットティッシュでもいいんですけども、お尻拭きの方がですねなんか安い気がするのと、拭ける面積が広いのでお尻拭きを持って行ってます。
ここもねもっとちっちゃく小分けにしたりとかして整理できると一番いいんですが、結構ねこの中は使うものが多いので、まあ、そんなに小分けしなくても、まあ、すぐパッと出せればいいやという感じで、使ってます。こんな感じで、今度はねこの辺りにかけてあるものなんですけども、鍋だったり大きいスプーンだったりライトだったりパッドウッドだったり、あとここにはねステッカーとかが入ってます。まあ誰かに会ったらあげようかなということでステッカーが入ってるのと、あとですねカッティングボードだったりナイフだったり、ちょっとしたねお湯を沸かせるやつとか、その辺はねこの辺に全部吊るしてます。もうちょっとねこの S 字フックを増やして何個かに分けてもいいなと思ってるんですけども、こんな感じで吊るしてるのでキャンプ場に行く道中とかにですね結構ガシャンガシャンという音がしたりするんですが、まあ、そのねガシャンガシャンしてる音がね僕は結構好きだったりとかするので、まあ、ちょっとね僕もその辺変わってる人間なのかもしれないんですが、なんかこうそういった音でですね、あこれからキャンプに行くぞというような感じで気持ちがですねちょっと盛り上がったりしてます。でこれ軽バンということと、この後ろのね一番後ろの窓が潰してありますんで、少々ガシャンガシャンやってもですね、ガラスが割れたり傷がついたりってことはないだろうという感じで、使ってる感じですね。まあ、この車はねいろいろ天井やっちゃったりもしてるんで、まあボロボロになるまで使おうかなと思ってますんで、少々ね傷がついたりとかそういったことは全く気にしないような車になってます。であとこちらですね、今シェラカップ吊るしてますけれども、これです。これがねカージョイントって言って、これがねタープをかけるフックになってます。本当こう逆に使うんですけども、タープをかけるフックはですねここに置いてまして、いつでもまあ使えるようにしてます。まあ、これを使ってタープを立てたりもできるので、まあこれはねずっとここに置いとってもいいかなという感じで置きっぱなしです。この辺はねいただいたステッカーなんですけども、アオリナさん、ヒーちゃんさん、バニフクさん、つくるさん、バンボンドさん、夏キャンプさん、ケイスタイルさん、カニさんというような感じで、どんどんねお会いしていく方のステッカーをねここに貼りたいなと思ってるんですけども、なかなかですね他の方と会う機会がなくて、全然ね半年ぐらい増えてません。ここねいつかいっぱいにしたいなと思ったりしてます。まあそのような感じですかね。一番前のねティッシュがあるあたり、このあたりにもねいろいろ入ってるんですが、アクションカメラのですねバッテリー関係だったりとか、撮影機材だったりとか、その辺が入ってるのであんまりキャンプには関係ないかなという感じです。キャンプに関係ないというか実際のキャンプに使うものではなかったりします。で、左上にはですね、ポータブルスピーカーがあるんですけれども、これもね使わないので、2月10日あたりにもし欲しい方がいれば、300円ぐらいで買っていただければいいなと思ったりもしてます。これからですね減らせるものもおそらくちょっとは出てくるとは思うんですけども、まあだいたい毎回ねそんな感じでキャンプに行ってるかなという感じです。で今後のね課題というかそういったところなんですけども、このベンチ、このベンチがねやっぱりその車の中で場所を取るので、これからねそのパチノックスに変えるのか、もしくはコットですね、コットを買ってもう椅子代わりにしてしまうっていう使い方もいいなと思ったりしてるのと、あとはそのコットにした場合はおそらくね天幕デザインの大円幕とかそのあたりを購入してですね、もうなんて言うんでしょうね、秘密基地スタイル、そういった感じにするのがもしかしたら僕の一番の理想形というかベストの形なのかもしれないなと最近ねちょっと思ったりもしてます。まあ、その時にはねまた荷物の量も変わってくると思いますんで、その時にはまたご紹介できたらなと思ってます。ということで今回はですねこの軽バンに載せてる荷物の車載方法と、あとは何を載せてるか、そのあたりについてご紹介してみました。これがねやっぱり最終形ではないと思いますし、まあ、完璧ではないです、完璧ではないんですけども、なるべくですね荷物を少なくいけるような方法として、模索していく中でこの形になったので、これからまたね例えば軍幕みたいなものを買った時にまた荷物の載せ方とか荷物の量とか絶対変わってくると思うんですけども、なるべくですね自分の中で、必要最小限のものを持っていくというような形でやってますんで、何かしらですね、参考になると嬉しいです。ということで今回は、この車の、ね、中の荷物をご紹介してみました。それでは。